ロチェスターのダウンタウンロチェスターは、アメリカ合衆国ミネソタ州南東部に位置する都市、同州オルムステッド郡の郡庁所在地である。市は、ミネアポリスセントポールの南東約125キロメートルに位置する。中西部に位置する、郊外都市を除く都市の中では、例外的に高い成長を遂げている都市の一つであり、2010年、国勢調査時の人口は10万6769人と、 2000年時点より24.4%増加しており、ミネアポリス、セントポールに次ぐ、州第3の都市となっている。オルムステッド軍を中心に3軍からなる、ロチェスター都市圏は186,011人の人口を数え、こちらも2000年時点より13.7%増加している。ロチェスターの経済と雇用は、医療関連とハイテク関連によって支えられている。 ロチスターは、名誉クリニックが本部を置いている街として知られている。また、ロチスターには IBM が大規模な工場を置いている。マネー市の住むのに最も良い場所ランキングでは、常連で2006年には第67位にランクされた、名誉クリニックの前に立つ名誉兄弟の像古くは、この一帯は、ネイティブアメリカンの数族やオジブア族、 ウィネーバ五族の遊牧民の領域であった。1851年に、数族がトラバースデス条約及び面倒多条約に従う形で、ミネソタ巡州にこの地を譲った。1853年には条約が締結され、この一帯への入植が始まった。翌1854年にロチェスターは、ジョージヘッドによって創設された。 ジョージ・ヘッドの入植地はちょうど現在のロチェスターのビジネス街にあたる位置にあった。入植地の名はヘッドの出身地であるニューヨーク州ロチェスターから付けられた。村の人口は1856年には50人に、1858年には1500人に達した。準州の法律に従ってオルムステッド軍が1855年に創設されると、 その翌々年の1857年にロチェスターは、軍庁所在地に指定された。初期のロチェスターは農業に加え、セントポールとアイオワ州北東部のミシシッピ菓子の町、ダビュークとを結ぶ、駅場車の停車地として発展した。1860年代に鉄道が開通すると、ロチェスターにはさらにビジネスの機会が増え、新たな住民も移入してきた。 1863年、ウィリアム・メイオーは南北戦争に徴兵された新兵の検査外科医としてロチェスターに来た。その20年後、1883年8月21日、大規模な竜巻がロチェスターの町を襲い、37人の死者と数千人の負傷者を出した。この時、ロチェスターにはまだ病院がなかったため、 名誉は二人の息子と共に負傷者の治療に当たった。6万ドルの寄付が集まり、名誉が地元の聖フランシス女子修道院を補助する形で、1889年にセントメアリーズ病院が開設された。後に名誉クリニックとして世界的な評価を得ることになる病院の始まりであった。ロチスターの一ロチェスターは、 北緯44度一部24秒、整形92度27分47秒に位置している。ミネアポリスセントポールの双子の都市からは南東約 125km に位置している。市はミシシッピ川の支流の一つであるズンブロ川の南支流に沿って形成されている。1978年の洪水の後、多額の費用を投じてズンブロ川に、 洪水対策がなされ、その結果側の流れは直線化され、両岸には護岸工事がなされた。また、近隣の川の流れも変えられた。アメリカが州国統計局によると、ロチェスター市は総面積103.0キロ平方メートルである。このうち102.6キロ平方メートルが陸地で0.4キロ平方メートルが水域である。 総面積の0.35%が水域になっている。ロチスターが属するオルムステッド群は、ラントオブジューレイ,レイレイレイクスという別名を持つほど、湖の多いミネソタ州の中では、わずか4つしかない、天然の湖を全く持たない群である。ただし人造湖は存在する。市の中心部の近く、シルバー川が、 ズンブロ川南支流に合流する地点に作られたシルバー湖の水は近隣の発電所の冷却水として長年使われてきた。ただし近年では冷却水として使う水の量は減ってきている。同時に温まった湖の水はミネソタの凍てつく冬の寒さの中でも凍ることがなく死のシンボルである。 カナダガンの格好の平市となっていた。ロチスターの気候は、ダルースなど、州北部や中部ほどではないものの、州内の立ち域同様に涼しい夏と、寒さの厳しい冬に特徴を付けられる。夏の平均気温は最も暖かい7月でも摂氏20度を少し超える程度で、昼間でも摂氏30度に達することは少ない。一方、冬の平均気温は最も寒い1月では、 氷点下10度を下回り、夜には氷点下20度を下回ることもある。欠片の気候区分では、冷たい湿潤気候に属する。冬の寒さや降雪への対策として、ロチェスターのダウンタウンには、オフィス、ホテル、店舗、レストランなどを結ぶ、空調完備の屋内通路が張り巡らされている。地上2階以上に作られているものは、スカイウェイ。 地下に作られているものはサブウェイとそれぞれ呼ばれている。スカイウェイやサブウェイはバリアフリーになっているため名誉クリニックの患者にとっても利便性が高い IBM のロチェスター工場重工業を中心とした中西部の諸都市がのきなみ凋落を続ける中南部のサンベルト諸都市に匹敵する高い成長を遂げているロチェスターは ミネソタ州切手のハイテク産業都市である IBM は市の北西に広がるビジネス団地に33万平方メートルの敷地を有する大規模な施設で主に IBM システム、I 中型コンピューターシステムとその関連製品の開発と製造を行っている。この工場は a l ロサーリネンが設計した。このほか、ロチェスターではコンピュータ設計やプログラミングといった コンピュータ関連産業や電気産業が発展しており、市の経済と市民の雇用を支える主産業となっている。これらのハイテク産業の存在によって、アメリカ合衆国内外から多くのビジネス客がロチェスターに集まるため、ビジネス客を収容するホテルやレストランなどのサービス業も発展している。そしてもう一つ、ハイテクと並んで、 ロチスターの経済を支えているのが、名誉クリニックに代表される医療部門である。名誉クリニックは、世界有数の病院であり、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ジェラルド・アル・フォード、ロナルド・レーガン、ヨルダン国王不正院一世といった国内外の、要人までもが患者として、ロチスターを訪れたことがある。ロチスターの高層建築物の多くは、名誉クリニックの建物である。 市の雇用に与える影響も大きく、特に女性の雇用においては、コンピュータ関連産業をしのぐ。ロチェスターの玄関口となる空港は、市の南西約1 1トルに位置するロチェスター国際空港である。同空港には、シカゴヘア国際空港からのアメリカン航空の便や、ミネアポリスセントポール国際空港からのノースウェスト航空の便が就航している。また、同空港には、 フェデックスや DHL の施設もある。同空港は、ジェネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機の発着を受け入れる空港としての役割も担っている。より規模の大きい空港としては、ノースウェスト航空のハブ空港として全米のみならず、日本の成田国際空港やオランダのアムステルダムスキポール空港など世界各地からの 直行便が発着するミネアポリスセントポール国際空港もロチスターの北西約 120km と利用可能な距離にある週間高速道路 I-90 はダウンタウンからかなり離れた市の南東を通っている。この I-90 から北西に国道52号線が通っており、ロチスターのダウンタウンの西側を南北に走る辺りでは高速道路規格になっている。 ロチェスターとミネアポリスセントポールを結ぶ高速道路はなく I-90 から I-35 へと乗り継ぐとかなり遠回りになるため国道52号線が短絡路としての役割を果たしているロチェスターにはグレーハウンドの便はないがミネアポリスセントポールやウィスコンシン州のシュートマディソンから同社と提携しているジェファーソンラインの中距離バスの便があるロチェスターの市バス ブルーラインは、市内の名所、宿泊施設、会議施設、主要企業などを結んで走っている。また、ロチェスター中心部と周辺部とを結ぶ通勤バスの便もある。しかし、全米の多くのた都市同様、ロチェスターにおける主な交通手段となっているのは、自動車である。名誉医学校ダウンタウンの南東に立地する、ユニバーシティセンターロチェスターは、 地元コミュニティカレッジのロチェスターコミュニティテクニカルカレッジ、ミネソタ大学ロチェスター校、ウィノナ州立大学ロチェスター校の施設を一つにまとめた複合高等教育施設である名誉クリニックの研究、教育部門である名誉医学校は大学院レベルの医学教育を提供している。百七十二年に開学した同校は医学専門教育のパイオニア的存在で、 42名の募集枠に5000人以上が応募する長男間である。同校の医学部は、名誉医学校、名誉大学院、名誉障害教育医学校、名誉保健学校、名誉クリニックレジデンシーフェローシッププログラムで構成されている。ロチェスターの都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。ロチェスター都市圏以下に、 ロチェスター市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。